遮光器土偶は宇宙人ではニャンニャンニャかった。古墳時代の終わり頃の北九州の古墳からは美しく色付けされた壁画がたくさん見つかってますね。そして丸い文様だとか三角形が連続した文様だとか博士のよく言うわらび手紋なんかも描かれてますね。タマもだんだん古代の世界に興味が湧いてきたようじゃな。で、三角形やわらび手紋は縄文の土偶にもよく出てきます。縄文人にとって三角形は死者の霊を表すものでしたよね。だから古墳時代になっても人々はお墓に三角形を描いていたというのはわかる気がするのですが、わらび手紋があるというのは一体どういうことなのですかね。考古学の本ではわらび手紋は植物を描いたものだって書かれてましたけど、いやいや、わらび手紋の意味については民族学者の吉野博子が解き明かしたように、オス蛇の2本の性器を意味するものじゃよ。植物なんていうのは的外れもいいところだ。わらび手紋は世界中に広く見られ、蛇トーテムと深く関わるものだとわしは睨んでおるのじゃ。でも土偶はすべて女性ですよね。その女性のお腹にどうしてオス蛇の性器を表すわらび手紋がつけられているのですか。吉野博子は日本原始の祭りは神蛇と女性蛇夫との性交により子を産むことと定義したのだな。それで土偶というものは子が生まれることを願った祭器であるから、吉野の定義に基づけば土偶の女は蛇夫であるし、そこには当然神蛇が登場せねばならぬ。その神蛇を表したものが土偶のわらび手紋なのだよ。要するにわらび手紋は女へ先祖の霊を授ける産砂の神というわけだな。なるほどなるほど。土偶のわらび手紋のことはこれでよくわかったのですが、古墳は死者の霊を安置する場所ですよね。なのにどうして新しい命の誕生に関わる産砂の神を表したわらび手紋があるのですかね。実はここが肝心なのじゃ。土偶に見られるようにわらび手紋すなわち神蛇は先祖の霊を子を産む女へ授ける産砂の神の役目を果たすわけだ。しかしその神蛇の役目はそれだけではない。死者の霊をこの世からあの世へ運ぶ、つまり死神のような役目も背負っているのじゃ。なるほど。人が死ぬことと生まれることは別々のことではなくてつながっているということですね。ああ、うまくいったの。人の魂というのは永遠なのじゃ。死んで滅びるというものではなく、生と死を繰り返すその魂のこの世からあの世へ、あの世からこの世への運び手がわらび手紋イコール神蛇ということになる。しかもその役目を果たせるのは神蛇以外にありえないのじゃ。古代人はそういう人の魂をオスとメス2匹の蛇と信じていたのじゃ。2匹の蛇は生きた体にある時は絡みを解かれ、死後は互いに絡み合う。その2匹を絡めたり解いたりするにはわらび手文様で表された神蛇の2本の性器が必要だったというわけだ。古墳の壁画に描かれたわらび手紋は死者の魂をあの世へ運ぶ死神という
紙蛇の一面だけを表したものなわけですね。でも紙蛇にはこれと正反対の一面もあると、初めて聞く話です。そうじゃろそうじゃろ、わしも初めて話す話だからな。